光？ああ、今はまだ忍界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい、そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃないね、光。内葉光、それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ？親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ、くそ、胸がモヤモヤするってばさ。なぜこうも邪魔をする。いまいましい、何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ、てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うすらトンカチが。逆に聞く、お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな、俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。
俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。たく、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。正直さ、俺はここで話をすればお前が考えを変えてくれると思ってたんだけど、その考えは甘かったみてえだな。でも考えてみたらお前の言う通りだ。俺はお前と会ってまだ数日、そんな俺がお前を理解したなんて虫のいい話だよな。環境も違う。俺は今の時代に生まれて不自由なく育ったけど、お前は戦国の時代に生まれて戦いに利用されてた。お前の心の底に渦巻いてんのは俺が思っているよりずっと重くて、くれ、俺とお前とでは立っている場所が全然違う。やっと分かったみたいね。私とあんたとでは何もかもが違う。けどな、だからといって俺はお前を諦めることなんてしねえぜ。だってよ、立ってる場所が違うなら近づけばいいだけじゃねえか。なっ、お前の気持ちを全部わかるには時間が足りてねえ。お前が受けた苦しみってのを俺は分かってあげられてねえ。けどそれは今がってだけだ。少しずつでいいからさ、お前のことを教えてくれよ。腹に溜まったもん吐き出してよ。そんでこれからを考えようぜ。少しずつゆっくりでいいからよ。嫌な記憶を楽しいもんに変えていこうぜ。少なくとも忍者ヒーローズを通してお前と知り合ってすっげえ楽しかったしよ、俺は。もうお前と俺は赤の他人ってわけじゃねえ。友達だ。だからできねえわけじゃねえだろ。俺たち友達だろ。貴様は一族の繁栄のための存在。決死の覚悟で敵を殲滅しろ。感情など不要。お前は最後まで兵器として生きるのだ。バカじゃないの。バカなんじゃないの。あんた、私の言ってたこと聞いてた。私はこの忍界が憎くて憎くてたまんない。そのために忍界を潰したい。そしたらようやく私の憎しみは消える。嫌な記憶を楽しい記憶に変える。そんなこと私は全然望んでいない。私はこの忍界を壊せればいい。ただそれだけ。あんたが何を言おうと
私のこの望みは少しも揺るがない。嘘つくんじゃねえよ。嘘じゃない。いや嘘だ。しつこい。嘘じゃねえってんなら、なんでお前泣いてんだよ。お前本当は。うるさい。あんたのせいで、あんたのせいで私の頭がごちゃごちゃするのよ。ナナシ、お前を混乱させる者は始末しろ。奴を始末し、その動揺が収まれば、お前はお前が望む未来を手に入れることができる。忍界なき世界がな。ナナシ、あいつの言うことに耳を貸すんじゃねえ。お前はうるさいって言ってるでしょ。もうこれ以上私を苦しめないで。これ以上もう私を惑わせるのはやめて。本溜め込んでめちゃくちゃ苦しんでんのはよーくわかってる。何がまずはその苦しい気持ちを俺に吐き出せよ。もう黙ってよ。頭消えて。蹂躙しろ。千住の奴らを葬り去れ。親も兄弟もいない貴様は一族のためにその力を存分に振るえ。いいな。なんかあったのか。なんなら相談に乗るぞ。ねえ、あの子って例の。あまり目を合わさない方がいいわよ。私たちとは違うんだし。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。俺はお前と話がしたくてここまで来たんだ。帰る時はお前も一緒だ。少しずつでいいからさ、お前のことを教えてくれよ。もうお前と俺は赤の他人ってわけじゃねえ。友達だ。記憶ばかりだった私の中で、なんで笑ったあんたの顔が出てくるの。なんで邪魔だと思ってもあんたの顔が出てくるの。なんでアンタが。さっきも言ったけどよ、お前の辛い記憶ってのは今の俺にはわかんねえ。悔しいけど、どうしてやることもできねえ。でも、お前のこれからを少しずつ楽しいことに変えることはできる。忍者ヒーローズをやるのもいいし、みんなと一緒にどっか行くのもいい。とにかく、昔はできなかったことをいっぱいやっていこうぜ。それだったら、今の俺にもできっからよ。だからさ、チャンスをくれねえか。お前が今の忍びや忍界を嫌いにならないための最後のチャンスってやつをさ。ボルト。失望したぞ、ナナシ。貴様はかつての恨みを晴らすため、忍界を滅ぼすのではなかったのか。
貴様の恨みとはその程度だったのか。所詮ただのガキだったということか。ナナシは連れて行く。利用価値の下がったものは廃棄するか誰かにくれてやるか、まあどちらでもいい。使い切ったものは好きにしてもらって構わん。利用価値だとか物だとか、てめえも昔のやつらと同じようにナナシのことを道具くらいにしか見てねえのか。神に近い俺からすれば、大名も御影も過去の遺物も誰もが皆下々の存在に過ぎんよ。あなたも同じように見られているのですよ。それでいいのですか。私は科学忍具が作れれば何と見られようが何も問題ないのですよ。何をしているナナシ。貴様の力はその程度か。まさかこれからですよ、楽しくなるのは。つい今までとは全然違う。これがあいつの力なのかよ。ボルタ集中しろ。そんな、ナナシ。これは驚いた。まさかあのナナシを押すとは。まだかすかに自我が残っているのかな。それのせいで手加減をしているかもですね。つまりさらに制御を強めて自我をなくせば。大丈夫か。ワンダ。ああ、死にましたかね、これは。しぶといな。なに、次で終わりですよ。何が？手癖。私の装置が！父ちゃん。あとは父ちゃんたちに任せとけ。やってくれたな。おめえら。来たか、罪人どもめ。どうしよう。思ったより早い。さすがの反応だ、渦巻きなるとだが、お前は甘いな。てめえはやりすぎだ。絶対に許すわけにはいかねえ。どうか貴様はここで消す。東大最強の二人が相手か。なんとも贅沢だ。準備完了だ。雨の天準備完了だ。お前を前にすると複雑な感情が湧き出す。何のことだってばよ。若き
今日の俺はペインと共に雨隠れの内戦を戦い、その時両目に傷を負った。それが元で俺は光を失ったが、そこに絶望はなかった。なぜならペインの思想に導かれ革命を成すことができたのだからな。だがそう、ペインは貴様に敗れ、そして雨隠れは絆ありきの時代を進むことを選択した。時代錯誤の俺はつまはじきにされ、ペインの思想と共に表舞台から去った。渦巻きなる準備完了だ。貴様がいなくペインが死ぬことはなかった。俺がこうしてゼロを立ち上げることもなかった。お前の存在は俺の生き様に大きく影響を与えている。忌々しいことにな。このまま奴を追い詰める。準備か。さすが、と言っておこう。その程度で俺たちに勝つ気でいたとはな。俺とサスケに勝てるわけねえってばよ。やはり勝機は今、お前たちをここに誘い込んで正解だった。この後に及ん八千穂がある。ナルト、な、さすがにこの目の危険性に気づいたか。だが少々遅い。うん、陰刻みのつくよみで刻んだリンクは今や忍界中の忍びにある。それがどういうことかもうわかるだろう。奴らのチャクラは俺が握っている。そして俺はそれを自在に集めることができる。集まる膨大なチャクラは万華鏡シャリンガンの力を最大限に引き出し、あの力をも再現できるのだ。これは、おいおい、最もコピーゆえか形はいびつなものだが、お前たちを葬るにはあまりある力だ。何せ今のお前たちは当代最強ではない。触れば吹き飛ぶ小さき存在だ。さすがにしぶといな。だが、それが抵抗か。もはや枯れ果てたチャクラを振り絞り必死に時間延ばしをするだけではないか。これが歴史を作った二人の最後の姿とは、無様だな。な、待ち、集中しろ。これでお前たちの時代は終わる。これからは俺の時代だ。
死ね。ボルト、なぜ貴様が。貴様はすでに七しか。私は嫌い。忍界も忍びも。でもあなたがいるなら、まだこの世界は。ボルト、待ってろ。すぐに終わらせてくる。最後の最後でくだらぬことを。助かった、ボルト。この戦いはもはや子供が出しゃばるものではないのだがな。てめえはやりすぎだってばさ。今の時代ってのは、父ちゃんたちがいろんなもんを乗り越えてやっと作り出した時代だ。それをむちゃくちゃにしようとしているお前は許せねえ。けどな、何より許せねえのは、辛い思いをしてきたナナシを利用するだけ利用して、まるで人として見てなかったことだ。バカも、ナナシは兵器だ。兵器を利用して何が。ナナシは俺の友達だ。友達をむちゃくちゃにしやがったお前は絶対に許せねえ。汗、俺がナナシにチャクラを与えられただけの存在。いいだろう。いずれにせよ、影につながる者は始末する計画だ。ここで貴様を消しておいてやろう。子供がやるってのに親がバテてるわけにはいかねえな。同感だ。弟子に遅れを取るわけにはいかん。お前には負けねえ。切りつけてやる。ここまで必死になると見苦しい存在だ、渦巻きボルト。てめえはあいつがどんなに苦労したか知らねえのか。知っているさ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられぬ。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったのだ。俺は奴を有効活用しただけ。それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えで、あいつの生き方を図んな。あいつは人間だ。兵器なんかじゃねえ。いいだろう。仮に人間だとしよう。だからなんだ。結局何も変わらんよ。奴は人間であるから、人間に利用され、挙句捨てられる。その運命は変えられる。悲しいことにな。それは違う。運命は変えられる。俺はそんな奴をいっぱい見てきた。お前が崇拝してる全員がその中の一人だってばよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。俺からすると、古い考えに縛られているお前こそ
悲しい男だがな、そんな男が神になるなど笑わせる。祖先、貴様はここまでの存在、さっさと消えろ。まだまだ諦めてきたばっかよ。ボルト、冷静になれ。受けない攻撃ではないぞ。うっとうしい奴ら、なぜここまで抗う。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってばさ。お前が勝手に想像してるチンケな理想だ。父ちゃんたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。メルツ、てめえを倒した後でもな。準備完了だ。準備完了だ。準備完了だ。たかがナナシのためにそこまで必死になるぞ。見苦しい存在だ、渦巻きボルト。あいつがどんなに苦労したか知らねえのか。知っているぞ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられぬ。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったのだ。これは奴を有効活用したため、それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えであいつの生き方を測んな。あいつは人間だ、勇気なんかじゃねえ。いいだろう、仮に人間だとしよう。だからなんだ、結局何も変わらぬ。奴は人間でありながら人間に利用され、挙句捨てられる。その運命は変えられ、悲しいことにな。それは違う、運命は変えられる。俺はそんな奴をいっぱい見てきた。お前が崇拝してる全員がその中の一人だってばよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。俺からすると古い観念に縛られているお前こそ悲しい男だがな。そんな男が神になるなどと笑わせる。準備完了だ。ここまで抗う。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってばさ。終わるのはお前が勝手に想像してる神経の理想だ。父ちゃんたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。メルツ、てめえを倒した後でもな。押されているだと。俺は新たな時代を作る神だぞ。
こんなこと認められぬ。認めてたまるか。開けておいたぞ、ボルト。切れてこい。地雷ってのは人が作るもんだ。自分勝手な神様はお呼びじゃねえんだよ。螺旋なぜだ、なぜ俺がこんなガキに。俺たちを、忍びを。もはや戦う術がないか。渦巻きボルト。貴様を侮っていたのが敗因か。違う。この時代ってのはお前が思ってたよりも強えんだ。お前は父ちゃんたちが作った時代に負けたんだってばさ。強いか。果たしてその言葉、この先も言っていられるかな。俺が言ったことは間違っていない。今の世には戦いを望む者が多くいるのは事実だ。だからって人を物として扱っていいわけじゃねえ。お前のやり方は誰のためでもなかった。ただの自分勝手だ。言うな、子供の分際で。だがお前はその子供に負けた。当然だってばよ。何せその子供たちこそ俺たちの火の意志を受け継いだ新しい力だからな。絶対に折れねえ強い力だ。そんなものがこの俺よりも上だと。決して折れぬ神のごとき意志があれば世界を変えることなどたやすい。そんなものが忌々しい。
なし力だ。若！ナナシは？いい自分のこと分かってるから。ボルト、私さ嬉しかったんだよ。ボルトが友達って。でもやっぱり辛くて昔のこと忘れられなくて、すごく迷って。だけど私もういいよ、わかってるから。いいって。あれ、ボルト、どこ？大丈夫だ。ここにちゃんといるってばさ。これ。私とボルトの。小さいけど大切。もらってくれる？もちろんだ。つーか、まだまだ大きくしねえと。これからいっぱい遊んでよな。あ、やだな。なんで最後なんだろう。もっと一緒に、ボルトと。悔しいよ。アナシ！今回は失敗でしたが、次こそは。こうしてゼロが起こした反乱は終わった。幸いにも五大里の忍びたちに大きな被害はなく、たった一人の少女だけが犠牲となって。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったのに。ここが過去の世界。ナナシの近くまで導かれるって言ってたっけ。ってことは怪しいのはあそこか。待ってろよ。さてどうする。こん中からナナシを見つけなきゃなんねえ。トウカの弟が死んだ。これで5人目だ。くそ、千住の鬼畜どもが。明日こそ奴らを血祭りにあげてやる。ナナシを用意しておけ。ああ。今ナナシって
ラッキー、あの人らを追えば意外と早く見つけることができっかも。おい、何者だ貴様。あ、やべ、何者だと聞いている。いや、そう、なんと言いますか、ウチハ一族のファン的な。あ、何者だ。わからん、ただ素人な感じではなかった。スパイかもしれんな。こいつのことは後でじっくり調べてやる。牢に放り込んでおけ。ああ、残りは明日の準備だ。ここは牢屋。そうか、あいつらに捕まっちまったのか。こんなとこで時間潰すわけにはいかねえな。死にたいの？え、あっち、マジかよ。燃える仕組みなのかこれ。アンガトな、声かけてくれなかったら丸焦げになってたかもしんねえ。っていうか、もう一人いるとは思わなかったぜ。お前も捕まった口か。お互いついてねえな。けどちょうどいいや。あ、な、今会ったばかりの人にこんなこと聞くのはおかしいかもしれねえけどさ、俺人探しをしててよ。お前知らねえかな、ウチハ一族の。って聞いてるか。聞く必要がない、私には関係ない。つうか、お前ナナシか。だから何。あ、会えた。お前こんなとこにいたのか。なんつう巡り合わせだよ。けどよかった、会えてよかったってばさ。よし、第一目標達成。次はお前と一緒にこっからの脱出だな。んだよ、できねえとでも思ってんのか。大丈夫、牢屋くらい俺の術で壊してやるよ。一人で出ていけばいい。ああ、私は平気。私は一族のために戦う存在。指示通りに術を使う、敵を滅ぼす。泣かない、動じない、逃げない。痛みは耐える、死ぬ直前まで。命令があるまで牢屋で待機。何があっても外には出ない。それが私に課せられた使命。それを守らなければ私は。違う、お前が生きるのはこんな暗いジメジメした場所じゃねえ。お前は戦いに使われるだけの存在じゃねえ。お前はお前の道を歩かなきゃいけねえんだ。私許せねえ、ナナシをこんなにも。絶対に解放してやる。どういう仕組みかは分かんねえけど、術も封じられてんのか、ここは。そんなとこにずっとこいつは一人で。こじ開ける。バカなことを諦めた方がいいのに。バカなことあるかよ。それにな、
どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。俺の父ちゃんもそうやって道を開いてきた。俺だって諦めたくねえからここまで来た。やめてよ、もうやめてよ。私はもう諦めてるんだから。私はこのまま。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。お前の居場所はここじゃねえ。なんで、なんで私なんかを。なんだ今の音は。封印牢からだ。くそ、やっぱ気づかれるよな。逃げるぞ。封印を解除されたとでも言うのか。一体誰が。まさか千住殿では。ならば奴らの狙いは七しか。七しを逃がすな。必ず捕まえるんだ。ここから出たらお前はもう人に使われることはない。でも安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。ナナシ、俺を信じろ。行くぞ。くそ、いない。探すぞ。まだ遠くには行ってないはずだ。いたぞ。くそ。お前はあの時の。なめた真似しやがって、クソガキが。ナナシはどこだ。さあね、あいつとは別々に逃げたから俺は知らねえってばさ。二人で逃げている姿を見た奴がいる。あいつを守ろうとしても無駄だ。途中で離れ離れになっちまったんだよ。ここにはいねえ。隠してもお前のためにはならんぞ。だから知らねえって言ってんじゃん。ガキのくせに大した玉だが、大人をからかいすぎだ。知ってたとしてもお前らには教えねえ。お前らに教えたらあいつはまた不幸になっちまう。不幸ではない。奴の存在が我らに勝利をもたらすのだからな。一族のために戦ってこそ本物の忍びだ。お前らはあいつを兵器として扱ってる。忍びとしても見てね。ほう、よく知っているな。だがそれはこの時代に生まれてきた者の定めよ。忍びとして戦う者、兵器として使われる者、持ちつ持たれつの関係が一族をより強くする。そのために人一人の人生がむちゃくちゃになってもいいってのか。それが戦国だ。させねえ、絶対に。あいつにはもう二度と辛い思いはさせねえ。適当に痛めつけるぞ。七氏の居場所と奴がどこの一族のものか吐かせる。ああ。実際俺が勝てるような相手じゃねえ。俺ができることはあいつが完全に逃げ切るまでできる限り時間を稼ぐことだ。下がる。
一撃が鋭い。これが戦国時代。あいつちゃんと逃げてんだろうな。あの人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カトン王戦士の術。くそ、ここまでかよ。あいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それにナナシ、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ。自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。それにな、どんなことも諦めなければ道は開くもんだ。
自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ。そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。でも今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは私は私の運命のために戦う。お前、手を。ここってやつか、これ。私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、やつを逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。ガントは気をつけろ。ヤチホコを使ったとなれば、あのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ただし、勝手な真似を。勝手？違う。ただしはやりたいことを自分で決めてやったんだ。そこにお前たちの許可なんていらねえ。自由にやるのはただしが人間だからだ。ただしはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。ナセンさん、ナナシ、大丈夫か。ナセンさん、大丈夫。ナセンさん、あなたが一緒にいるから大丈夫。もっともっと飛ばしていくぜ。わかった。ガキどもが調子に乗り上がった。こいつら何なんだ。目の前にあるんだってばさ、ナナシの自由が。やっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんて、そんなカッコ悪いことできっかよ。お前らを倒して、そんでナナシの本当の道を切り開く。それは今できる俺の最大限だ。燃えろ。どこを見ている。よし、これでナナシは。ここまで来ればもう大丈夫だろう。信じられない。本当に逃げられたの？ああ、これでお前は自由だ。自由。
俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで？俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命を懸けてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ上役がうまく使ってくれるだろう。つっても今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だからどうしたよ？私はずっと一人で、ずっとずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方が、誰も味方なんていないって思ってた。でも偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけど、これでお前とはお別れだ。けど、最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた本当の名前で、新しい場所で、太陽の下で生きるんだ。そんで、忍界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待ってよ、やだ、行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに、名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻きボルト、いいか、俺たちは離れ離れでも
ずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ。忘れんな。俺はずっとずっとお前を応援してっからな。ボルト、ボルト、いやだ、行かないでよ、ボルト。絶対幸せになれよ、内葉光。